体が固まってると思ったらやってみましょう。5分間。それではどうぞ。それでは背中を伸ばしていくので、ふさって下に向いている顔を前に向けます。タオルのシワを伸ばすように、体前に押し出しましょう。お尻が下向きから上向きになるように。また適度なところで前に伸ばしている手のひらの位置は止めてもらい、マットにおでこをつけるのか、あるいは胸を下げていかれるのか、それを選択します。顔を前に向けます。浮かんでいる場合には肘をマットに置いてもらう。手のひらから肘までがマットを捉えたら、体を前に押し出して一旦うつ伏せです。お腹をマットにつけてもらって、足の甲をマットにつけるように足首を伸ばしておきます。手のひらは少し動かして胸の横のマットに置いて脇を閉じましょう。で、次に息を吸うときに顔を前に向けるようにして、ほんの少し体を持ち上げていきます。息を吐くときにお腹をつけて、胸をつけて、顔を下に向けます。もう一度息を吸いながら顔を前に向けるようにします。よければ腕に力を入れてもう少し引き上げます。吐く息でお腹、胸、顔が下に向いて、手でマットを押して体を一度持ち上げてきます。腕痛めないように。で、また再び後ろに体を引きます。かかとの上に、尻、ももの上に、胴体、腕と腕の間のマットにはおでこをつけていきます。下に向いている顔を前に向けてもらって、もう一度猫が背伸びをするように体を前に押し出しますが、途中で動きを止めてもらって、右の手のひらはそのまま、左の手のひら上に向けます。右の脇の下の穴からその左の腕を通してもらって、呼吸を続けていきます。片方の体の側面が伸びいくように縮みそうであれば、その都度無理なくまた伸ばしていきます。呼吸の乱れがないかどうか時々チェックをしながら呼吸も整えていきましょう。肩こりの改善に効果的なポーズをとっております。だいぶ遠いところに行きました。右の手のひら、顔のふもとに戻していきます。手のひらでマットを押して体を起こしながら、指している左の腕を抜いていきます。また猫が背伸びをするようにお尻を後ろ、手を両方とも滑らせて前に行きますが、左の手だけが前に行って体が下に下がってきたら動きを止めて、右の手のひらは上向き、脇の下の穴から真横へと通していくときに顔を完全に横に向けて沈める。一旦楽な体勢で下の肩に上から体重がズンと乗っている状況を作ります。させていけるようであればそのように取り組みましょう。首も楽にします。だいぶ遠いところに伸びている左の手、手のひら、では顔のふもとのマットに置いて、マットを押さえながら体を起こして差している手を抜いていきます。四つん這い箱型、肩の下に手首があって、で、股関節の下に膝があります。背中を丸めます。顎を引いてください。お腹を覗き込むような形です。みんな一緒に腰を反らせます。お腹を下に下げて、胸を前に、腕を突っ張って起きます。今回はこれでおしまいです。お疲れ様でした。